こんにちは、どうも、もっちゃんと言います。株式会社ジラフというところから来ました。一応 CTO をやっております。皆さんこのタイトルを聞きに来てしまったので、多分リーンスタートアップをやっていると思います。MVP ですね、作っていらっしゃると思います。ミニマムバイアブルプロダクトですね。上の例ですと、小さく作っていく感じなんですけれども、これは間違いで、まずは、小さく、最小限の、価値が検証可能なものを作っていくという形で、作ってらっしゃると思います。で、MVP が成長した場合の、事例をお話ししたいと思います。全く華のある話ではございません。泥にまみれてまいりましょう。よろしくお願いいたします。弊社のサービスを紹介させていただきます。非価格というサービスを運営しております。中古買取業者様の買取価格の比較サービスです。スマートフォンやノートパソコンなどですねを中古の買取業者様へ売却するときの買取価格の比較が行えるサイトとなっております。現在ですね、約90万商品の、買取価格情報を、ストアしています。で、大体ですね、直近で、MAU が100万、月間100万人ほどのユーザーの方に、利用していただいている状態です。このようなサイトになっております。今日はせっかくですので、サイトの名前だけでも覚えて帰ってください。非価格なんですけれども、2014年にサービスを開始しました。で、元は、社長の麻生が、一人でワードプレス上に、構築したウェブサイトとしてスタートしております。このような形ですね。ちょっともう社内に画像が残ってないので、ウェブアーカイブさんから、拝借した画像なんですけれども、こういった形で最初はローンチしておりました。で、2016年、去年ですね、システム移行の話が発生しました。ワードプレスでサービスを行っていたのですが、運用の負荷が高くなってしまってですね、これは人的にオペレーションが複雑になってきてしまったというのと、計算機資源、もう1日にサイトが3回落ちるような状態になってしまっていて、これ以上、ワードプレス上でチューニングをし続けるのがなかなか難しいというような状態で、社内で協議の上、Ruby on Rails で、再実装するというような形になりました。で、移行の計画なんですけれども、世の中で、システム移行というのをやろうと考えた時に、2通りあると思います。まず1通り目がですね、ビッグバンマイグレーションですね。全く新しいプロダクトを作って、旧システムから新システムへの移行期間を、停止時間として設けて、ちゃんと、失敗した時の切り戻し計画などもして、一気に旧システムから新システムへ、短い期間で移行するという計画が一通り目で、二通り目が、トリクルマイグレーション、
既存のプロダクトを走らせたまま新しいプロダクトに作り変えていくというような移行方法があると思います。こちらの場合ですと、停止サービス停止期間は全くない状態なんですが、移行期間がかなり長期にわたって移行を行っていくことになります。サービスを走らせながらですので、どうしても移行が複雑な形になっていきます。メリットデメリット、録音ですね。ビッグバンマイグレーションについては短い移行期間、移行期間が短いというのは開発期間が短いというような意味ではなく、旧システムから新システムへ移行する期間が短いという意味ですね。で、移行時間は週末や連休などの一時期を用います。で、トリクルマイグレーションのメリットは運用の中断を伴わないということですね。で、システムの中断も停止も伴わないということです。意外ってデメリットなんですけれども、ビッグバンマイグレーションについては、どうしても、データの更新停止などを伴うので、システムのサービスのですね、ダウンタイムを伴います。それとですね、古いシステムから全く新しいシステムへの移行になるので、かなり高いリスクを伴う形になります。トリクルマイグレーションの、デメリットなんですけれども、複雑な移行になるので、長い移行期間が必要になります。そしてですね、どうしても走らせながら、旧システムと新システムを走らせながらの移行になるので、より複雑な立て付けが必要な状況になります。で、弊社が、どちらを選択したかというと、トリクルマイグレーションを採用しました。サービスの停止は一切許容しない状態で、サービスを一切停止させることなく旧システムから新システムへの移行を行いました。で、今回はその移行の模様を説明、ご説明いたします。で、今回は主にですね、データ移行についてご説明したいと思います。まず CMS、旧システムですね、のデータ構造の説明です。まず移行前のデータがどのような形だったかをご説明したいと思います。ですね、CMS 上のデータ構造とそこで表現されていたデータの主だったものをご紹介します。CMS、この場合は、ワードプレスですね、の主なテーブル構造とおよその移行件数を併記したものを用意しました。で、ここでは主だったものを紹介するんですけれども、もちろん、ここで紹介する以外のデータも全て移行した状態になっております。まずですね、タグ情報、こちらが約9600件ほどありました。タグ情報については、サンダルやパンプス、ブーティー、こちらは、靴のタグですね。商品、靴商品についているタグの情報です。で、タグであれば何でも表現可能なデータなので、駅の情報なども、タグ情報として格納されている状態でした。この駅の情報というのは、例えば、買取業者様の店舗が何駅の近所にあるなどの、表現になっております。次ですね、平方テーブルが9700件ほどです。
平方テーブルというのは先ほどご説明した、タグデータの基構造を表現するための平方テーブルです。タグ情報を、リーフ葉とするならば枝にあたるデータになります。平方テーブル、クロージャーテーブルと言います。ワードプレスの平方テーブルはちょっと、表現が、一般的なものとは違うんですけれども、左のような、A と B、 A から C、D、E までのデータがあった場合に、表の左側がタグのデータですね。ごめんなさい、ちょっとキャプションが漏れました。ID1 が A、2が B という形になったときに、右側が平方テーブルという形になるんですけれども、祖先と子孫を持つデータテーブルになっております。はい、このような形のデータが一種類ございました。次、ブログ、CMS で主に、追記されている記事データ、こちらが100万件ほどありました。100万件の内訳なんですけれども、弊社のサービスではブログも、ストアしていたのでブログがもちろんありました。と固定ページですね、お問い合わせのページであるとか会社説明であるとか、などの、データがありました。とその他のデータです。次に行きます。この記事に付帯する記事のメタデータ、こちらが6200万件ほどありました。記事のメタデータの内訳になるんですけれども、商品ごとの価格比較などの、比較結果、何位にいくらの商品が、いくらの店舗があります。買取価格が、NN の店舗さんのデータがありますというようなデータが並んでいる状態でした。例えば、携帯電話のページですと一つの商品に対して300強のメタデータが入っている状態でした。で、こちらがあからさまな EAV というやつですね。SQL アンチパターンでよく見る、EAV というやつです。エンティティアトリビュートバリューですね。汎用属性テーブルといいまして、記事データ、汎用システムですのでテーブルの、列の追加などが、容易にはできない状態でした。で、記事のデータの列を少なく保つことには寄与していたのですが、制約などが、SQL で全く表現できなくなるため、アンチパターンとされています。今回のケースですと、不要なデータについても全てメタデータが付属していたので行数の増大にも寄与していました。で、先ほど記事データでブログ、固定ページ、その他という説明をしたと思うんですけれども、その他がございます。その他ですね。その他とは一体何かということなんですけれども、これ現在の、弊社の、非価格のページの1ページになります。スクリーンショットを撮った時点での iPhoneSE の買取価格が一覧で俯瞰できるページになっているんですが、こちらの商品でありますとか店舗様でありますとか、すべてのデータが
ブログの一記事として表現されていました。で、ワードプレスで、スクレイパーで、店舗様のデータを取ってきて、データを作成していたんですけれども、商品の価格データなどが全てブログの一記事になっていたので、もちろん RSS などもご覧のような状態で大量に出力されている状態となっておりました。次からですね、データの移行方法についてのご説明をしたいと思います。データの移行方法なんですけれども、すべて汎用システムの抽象的なテーブル名とカラム名でしたので、サービスドメイン固有の、名前で新しいテーブルを作成しました。新しいテーブルについては、古い、WordPress のスキーマではなく、新しいスキーマを定義して、そちらに、テーブルを一つずつ作っていった形になります。タグ情報については、構造、基構造、先ほどご説明した、基構造を維持したまま、カラム名などをサービスに即したものに変更して、実装しております。で、記事データについては、取り扱うデータに即した具象テーブルですねを配置して、すべて記事で表現されていたものを、具象テーブルに移行しています。大量にあった、メタデータについてはすべてカラムで表現しました。旧システムのデータ構造に新システムのコードが影響されることなく、全く新しいモデルと新しいコードで、サービスの表現が可能になるというような形での、移行を行いました。どうしても、古いデータ構造を持ったままアプリケーションだけ書き換えると、古い、データにコードが引っ張られてしまったり、そういうデメリットがあるので、こういった形にしております。で、最初にご説明した通り、移行期間中は旧システムと、新システムがですね、並行して走り続けるので、データの同期が必要になっております。で、Ruby on Rails で実装したんですが、フレームワークにある Active Record のフック機能を用いて、地道に同期処理を書きました。WordPress のテーブルについても、新しいテーブルについても、すべて Ruby on Rails のモデルを実装して、そちらでお互いに、更新が走った時に同期が走るというような状態になっております。で、今回、取らなかった戦略として、 SQL レベルでトリガーを使った同期は、行いませんでした。どうしてもトリガーで実装してしまうと、マイグレーションやバージョンの表現などが大変、難しいものになってしまうので、こちらは行っておりません。次に、移行後のテーブルについて一部ご紹介させていただきます。移行後のテーブルは、こちらの、6種類ですねになっております。こちらも一部なんですけれども、まずカテゴリーですね。カテゴリー、こちらはワードプレスの時のタグデータを新しく
実装したものになります。で、ブログと固定ページはそのままですね、ブログはブログのまま、固定ページは固定ページのまま、マイグレーションを行っております。で、ブログとして表現されていた、企業様であるとか店舗様であるとか商品データについてはそれぞれ具象のテーブルとして実装いたしました。まず一つ目、カテゴリーデータですね。これまで記事データに紐づいていたタグ情報の移行先になります。これについてはワードプレスの時に使われていた機構造もそのまま取り扱えるようなデータになっております。で、2つ目、ブログおよび固定ページですね。ブログと固定ページについては旧システムの1記事そのものになります。テーブル名を具体なブログと、ページとして実装しております。メタデータで表現されていた値を、1行に含めることでエンティティアトリビュートバリューの撲滅に成功しました。企業テーブルですね。企業様の情報、こちらもワードプレスの時は、1記事として表現されていたものになります。旧システムの、記事データに入ったもののうち企業様のデータのみをこのテーブルで表現する形で移行を行いました。で、こちらについてもメタデータで表現されていた値を行に含めることによって、EAV の撲滅に成功しております。で、次がですね、店舗テーブル。店舗テーブルなんですけれども、こちらも同様ですね、店舗様のデータで旧システムのデータで記事データで表現されていたもののうち店舗様のデータのみを、こちらに投入しています。で、こちらについてもメタデータで表現されていた値を行に含めることによって EAV の撲滅に成功しました。商品データですね。商品テーブル、取扱い商品のデータ、こちらも、旧システムのうち、商品データのみをこのテーブルで表現しております。メタデータで表現されていった値を行に含めることによってこちらも、EAV の撲滅に成功しました。平和が訪れたように見えたんですね。そんなことはなかったんです。こちらで、実際移行後のシステムで SQL アンチパターンの実例というべきものが現れてしまいました。SQL アンチパターンのうち素朴なき内部ツリーと呼ばれているものですね。内部ツリーとは何かと言いますと、タグ情報をカテゴリーとして移行するときに、平方テーブルで表現されていた、外部の枝の情報ですねを、カテゴリーテーブルに、含めてしまったためにアンチパターンとなってしまいました。素朴なきとは何かというと、各行にですね、親となる
オブジェクトの ID を含めたものになります。これで何がまずいかというと、再起が、使え、MySQL ですと再起が使えないので、どうしても、アプリケーション側で、再起を表現することになります。で、タグ情報、カテゴリーですね、カテゴリー情報については、ほぼすべてのページに、パンクズリストなどで実装があるため、こちらのパフォーマンスが悪化することによってページの負荷がかなり上がってしまうことになります。で、なぜ負荷が上がってしまうかというと、例えば、A から E のデータ、 A から E の、枝に向かって全ての子供を取ろうと思ったときに、 A から参照可能なのはペアレント ID、 親の ID に1を持っている2と3の行しか取れません。で、次に取ってくるときに、発行される SQL が、親に、2または3を持つデータで、またE に向かって親に3を持つデータという SQL を発行する必要があります。こういった形で、何度もですね SQL を発行する必要があります。で、こちら非価格のトップページになるんですけれども、これ、タグの一覧ですね。タグが、一面にこうずらずらっと並んでおりまして、このパソコンなどがいい例なんですけれども、パソコンの下にぶら下がっているタグデータが全て、この一つのセルで、セルにレンダリングされることになっておりまして、でまた、トップページには全てのタグの、子どもの情報が出ているためにかなりの量の SQL がここだけで発行されていることになっております。で、こちらの改善策なんですけれども、経路列挙モデルという、プラクティスを実装しました。経路列挙モデルが何かというと、一般的なテーブルに、アンシスター祖先情報ですねというカラムを用意しまして、そちらに祖先のデータをスラッシュ区切りで配置するモデルになっております。で、これでなぜパフォーマンスが良くなるかというと、 今 A というノードから、子孫のデータを取りに行くときに、アンシスターズというカラムが文字列で実装されているので、 like 文の SQL1 回で、クエリが完了する形になっています。これが、
ナイーブツリーですと、3回 SQL が発行されていたのが SQL1 回になったので、これを先ほどご覧に入れました、トップページに、適用するとかなりのパフォーマンスの改善が見られました。これは結構すぐ探すと、インターネットを探したり、SQL アンチパターンという本などにもすぐ出てくるような有名なアンチパターンになっているので、実装する前にそういうアンチパターンなどを調べれば発生しなかったのではないかなと思っております。転ばぬ先の SQL アンチパターン、重要ですね。はい、で、次ですね。はい、URL 移行を行いました。URL 移行ですね。非価格ではトラフィックの大部分を検索流入からに依存しているので SEO をかなり重視しております。で、システムの移行についてはビジネスサイドとの交渉をかなりしていたのですが、 URL の移行はリダイレクトとすれば、301ですね、永続的なリダイレクトにすればインデックスの価値は下がらないという、インターネットの情報はあるものの、どうしてもビジネスサイドと折り合いがつかなくてですね、現行の URL は変えないという形でのシステム移行という形になりました。で、CMS、ワードプレスの時に表現していた URL というのは、REST とは、ほど遠い URL でしたので、これを、わざわざですね、新システムでも表現する必要がありました。で、ビューを叩いて実装しまして、URL については、以前と同じものを表現できるように新システムでも実装を行っております。はい、次ですね。パフォーマンス改善です。パフォーマンス改善、なぜ必要になったかというと、もともとパフォーマンスが悪かったワードプレスのシステムで、パフォーマンスの問題に対応するために新システムに移行しました。で、それなりに複雑な、情報を画面に出していましたので、それなりに重い状態ですね。今現在まだ重いページたくさんあるんですけれども、という状態でした。で、大量に発行されるクエリを KVS に押し込んだキャッシュでなんとかごまかそうとしたんですね。私はもともとソーシャルゲームの出身なので、ソーシャルゲームにの時に培ったノウハウを生かして、なるべくキーバリューに SQL の結果を押し込んで、そちらからデータを取り出すというような形を取ろうと思っておりました。で、またフレームワークですね、 Ruby on Rails にそもそも備え付けられているレンダリングキャッシュというような機能もあるんですけれども、レンダリングキャッシュが何かというと、HTML をレンダリングした結果をキャッシュに押し込んで、
キーさえ作ってしまえれば、レンダリング済みの HTML を KVS から取り出せるというような形で、レンダリングのパフォーマンスをスキップできるので、レンダリングのコストですね。レンダリングのコストをスキップできるので、こちらを使うと、かなり早い、時間で、ページのレスポンスが返せるというような機能があります。あるのですけれども、先ほど説明した通り、ビューですね、テンプレートから、SQL が発行されております。なんでビューから SQL が発行されているかというと、URL ベースで多体のビューを実装した結果、ビューで必要なデータが、レンダリングの時にならないとわからないような状態の実装になっていたからになります。で、SQL が実行されるコンテキストも全く、実装した人間以外がわからない状態になっていました。次に、実際の行動をですね、こちらにご用意しました。この多体の規定クラスになるんですけれども、リストというメソッドで呼ばれている、カテゴリーのチルドレンの、ノットインですね。ノットインで、無視されるカテゴリーを、無視されるカテゴリーを無視しつつ、オーダーというカラムで、オーダーというカラムの照準で取ってくるような形になります。で、こちらですね、パッと見このメソッドを見たかところ、全く実行時のコンテキストがわからない状態で、クエリーが発行されていました。かなりベンチマークのツールなども使ったんですけれども、一つ二つですねは見つけることができたんですけれども、果たしてそれで、実行されるコンテキストが網羅できているのかというのがわからない状態で、かなり辛い状態でした。で、何しろ SQL を大量に発行しているところを潰したい、KVS から取ってきたいというようなモチベーションがありました。で、KVS から取ってくるときに必要なのは、1位なキーを文字列として組み立てることになります。例えばこの2行目にあるような、プレフィックスをつけて、モデル名と、モデルの ID をすべて文字列で結合したキーなどで、データを取っていきたいというようなモチベーションがありました。で、2週間ぐらいこのコードを眺めつつ、データの構造をいろいろ見ながらずっと考えてたんですね。で、ある時お風呂に入りながらひらめいたんですね。こうではって思ったんですね。こうではというのは、このコードを見ていただくと、カテゴリーの中のチルドレンというメソッドに
フェアクを投げてオーダーで並べているというコードです。であればコンテキストは全く気にせず、気にせずというのはちょっと表現がおかしいんですけれども、コンテキストは何でも取りうる状態で、モデル名から ID、さらにモデルのメソッドまで全て含めた状態でキーバリューのキーにしてしまえばいいのではという完全に頭の悪い実装方法をひらめきました。で、構想2週間実装1日ほどで、ディープキャッシュという、ライブラリーですね、共有ライブラリーの実装を終えました。モデルクラスまたは、モデルのインスタンスから任意の場所で、ディープキャッシュというメソッドを呼ぶと以降のメソッドの呼び出しをフックしてフェッチというメソッドを呼ぶまでの間のメソッドを文字列として、KVS に問い合わせを行うという、ライブラリーを作りました。あ、分かっていただけましたか、この頭の悪さが。1行目がですね、モデルクラスにそのままフェアクを投げて、カウント文を発行して、データの件数を取ってくる、コードになります。で、この時にモデルクラスの後ろにディープキャッシュというメソッドをつけて、フェアクで条件を指定してカウントでフェッチを呼び出すと、ディープキャッシュからフェッチまでに、囲まれたメソッドをすべて文字列として、モデルクラスの中で一旦ストアして、フェッチというメソッドが呼ばれた段階で、すべて自分自身に、こう呼ばれる予定だったメソッドの名前と引数で文字列を組み立てて実際に SQL を発行してで、KVS に保存しつつ結果を返すというようなメソッドになります。これで何が起こるかというと、初回の呼び出しではカウント文が実際に発行されて、カウント文が実際に発行されて件数が返ってくるんですけれども、2回目からは、KVS への問い合わせになるので、一切 SQL が発行されることなく、結果がイントで返ってくるという結構活かした感じになっています。で、2個目ですね、使い方が 2通りありまして、モデルのインスタンスですね、インスタンスの後ろでディープキャッシュを呼んで、メソッドからフェッチというような呼び方をしますと、モデルの後ろに ID をくっつけた状態で、キーバリューの、キーの文字列を組み立てるようなメソッドにしてあります。この2通りの実装を何で行ったかということなんですが、目的としてはインスタンスに紐づくデータとクラスに紐づくデータで、結果の
生存時間を、切り替えたいというような気持ちで、実装を行いました。なんでかというとですね、インスタンスに紐づく、コデータの、永続時間は長くて良いと思っているんですけれども、ベアクでカウント分などを発行した場合は、早い段階で、キャッシュが冷えてほしいというような形でこういった、実装にしてあります。で、結果なんですけれども、すべてのページで平均300ミリ秒ほど速くなりました。かなり効果があったので、よっしゃやってやったぞと思ったんですが、思いっきりクラッシュしてしまいましてなんでクラッシュしたかというとですね、データの更新を復旧しているという説明を先ほどさせていただいたんですけれども、この時に、現在のシステムからワードプレスへの、更新でフックを飛ばすんですけれども、この時に、セーブの時のフックが伝播して、この時にですね、セーブの時に、データが更新されるので、 KVS の、データを消しに行く処理を実装していたんですね。で、データの消し込みの処理を、フックで飛んだ先のデータでもフックが発行されてしまって、また消し込みが走って、その処理が伝播した状態で、スタックオーバーフローを起こしてしまいました。で、実装を取り下げることになってしまって、かなり辛い状態でおります。このバグが取り除ければ、オープンソースかなんかにして世の中にもっと頭の悪い人を増やしたいなと思っていたんですが、もうちょっと先のことになってしまいそうです。申し訳ありません、はい、ちょっと早いんですけれども、汎用 CMS から、新規システムへの移行の模様をご紹介しました。ですね、実際に踏み抜いた SQL アンチパターンの実例もご紹介させていただきました。ちょっと早いんですけれども、私からの発表を以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございました。サービスを移行したって話で、なんか実際どういうふうに並行で運用したのか。よく分からなくて、URL は一つだった。サービスを移行するときに、新旧システムがどのように走っていたかというようなことですね、はい、すいません、説明が足りてなかったですね。新システムに移行する際に、新しいシステムで、実装が終わったものについては、Nginx の、ルーティングを変えて、実装済みのパスのみ新しいシステムで実行するというような形でマイグレーションを行っておりました。ビューが多いでしたね、はい、言ってたのはその Nginx で多体になっていたのは、記事から具象に、具象テーブル、店舗であるとか、商品であるとかを分けたときに、元がブログの記事、ブログだったので、ワードプレスから見るとフラットなデータで表現されていたんですけれども、Ruby on Rails に持っていったときに、全てのモデルが同じレイヤーで表現されているようなリスト形式のページがあったので、そちらの
モデルの注入の箇所が多体になっているというような状態ですね。答えとして、ビューから SQL を叩いていたのは、その叩いの箇所になっておりまして、URL 的にはすべて、例えば、ホニャララリストというような、リストのページがあるんですけれども、そのページが、レストフルな URL ではなく、なんか不思議な URL なんですね。あのワードプレスの時の実装を引きずったような URL で、リストのページをレンダリングしないといけないという時に、カテゴリーとかのリストを表示する時に、パスでそのカテゴリーに付帯する、商品であるとか店舗であるとかが結構カジュアルに切り替わるようなところがありまして、そこを多体で表現していた感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ご感想があったでいらっしゃいますでしょうか。今回の基本的にはその以前のシステムの挙動をほぼ完全に維持した新しいものに移していくっていう感じであれであってますので、はい、新しいシステムで、旧システムの振る舞いを維持していたかどうかというシステム、ご質問なんですけれども、振る舞いについては、一部、新システムに移行する際に新しくスクラッチで、実装しているものがございます。なんでかというと、今回のシステム移行で行いたかったのは、パフォーマンスの軽減と、URL の維持という2点になるので、実際ページの中身が同じであったかどうかというのは、特に、システム移行の、キーポイントにはなってない形になっています。互換性を維持しなきゃいけないところで、なんか辛かったところとか、テストをうまくやったとか、なんか工夫したところとかありますか？テストはかなり、書いてあると個人的には思っていて、この非価格というシステムは、テストコードのカバレッジが 90% 近いですね。なかなかウェブシステムでカバレッジが 90% いくというのはあまり見ないかなという気持ちでいます。で、テストについては先ほど説明したように、ルーティング、URL ベースのテストでどのような振る舞いがあるかというようなのというような行動、テストが主に実装されている形ですね。ありがとうございます。はい、他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。データの移行とその画面を URL の中に書いて、そのパターンをあのどこに段階的に移していくかという話をしております。はい、まあ、先に全部でデータベースはその新しいものに全部作っちゃって、データを先に移し移るようにしたんでしょうか。データの移行を先にやってから、システム移行を行ったのかというご質問でした。データの移行についてなんですけれども、主にデータの入力先入力元が、スクレーパーからのデータの入力になっておりまして、新しく、実装したデータについてはまず
インサートするときに元のデータを問い合わせに行ってあれば新システムに複写をして返すというような実装になっている感じですね。なので、問い合わせまたは、新しく行追加などが発生したときに旧データから順次行ベースで順次持ってくるというような形になっております。そうすると変更運用期間はじゃあもう旧システムのテーブルと新システムのテーブルが両方こう整合性というか、はい、同じものがこう、はい、はい、あ、おっしゃる通りです。旧システムから、入るデータについても新システムへの取り込みが順次走っていて、新システムから更新されたデータも旧システムの、データに順次反映してはおりました。で、そしたらその状態を一番最初にやる手で発送していただく、はい、おっしゃる通りでございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。SEO の業者さんとかコンサルとかで何か問われました。SEO の業者を雇っていたかという質問でした。弊社社長が最強の SEO 業者になっていて一番社内で SEO に詳しいのが社長の麻生になっております。はい、あ、ただ、麻生が誰かに話を聞いているかまではちょっと把握してないです。はい、業者については、特別は、お願いしてはいないですね。はい、ありがとうございました。素朴な疑問なんですけど、これ移行を始めた時の、当初の結構なんかワードプレスにだいぶがっつり運用されてなんかいうものを移行したっていうなんか印象があって、なんか元のテーブルのレコードとかが100万件ぐらいからスタートされたっていうところ、はい、なんか素朴な疑問でなぜそこまで放置したのかなっていう。放置していたか、なぜ放置していたか、弊社、今3期目4期目くらいのベンチャーなんですけれども、当時エンジニアが1人か2人で、サーバーサイドが、1人いたかいないかというような、状態でしたので、単純に開発リソースがなかったという状況ですね。オペレーションは、オペレーションの人間は、2人くらいかな、いたと思うんですけれども、最近ようやく開発の人間が入ってきた状態になっております。ですので、なぜ100万件に至るまで放置していたかの回答は、単純に新システムの実装リソースがなかったからですね。はい。他に質問ある方はいらっしゃいますか。大丈夫そうですかね。はい、じゃあもっちゃんさんありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。